皆さんこんにちは。キャノンニュー F で70から210ミリ F4 ズームレンズのクリーニング作業を行います。まずレンズキャップを外します。そして全体のホコリを取ります。そして無水エタノールを使ってボディをタオルで拭いていきます。フロントレンズをクリーニングします。次にリアレンズをクリーニングします。レンズマウントをクリーニングします。レンズキャップをクリーニングします。動作確認をします。
そしてレンズキャップを取り付けて、でクリーニングと動作確認を終了いたします。こちらのレンズですが、フロントレンズの内側にカビがあります。そして中のレンズにもカビあります。ですので、このレンズはお安くお出ししておるレンズでありますので、いろいろな使い道で活躍できる場があると思いますので、よろしくお願いいたします。外観はとても綺麗ですので、大切に使っていただければなと思っております。このように一品ずつ自分の手でクリーニングと動作確認を行って、お客様のお手元にお届けいたします。ありがとうございました。